アリカは日本のミュージシャン。本名は我がエリカ。岩手県欧州市出身。高校在学中より多摩チャールズヒーズバンドのメンバーとしてプロ活動を開始し、サックス奏者、ボーカリストとしての頭角を表す。現在は様々な有名ミュージシャンとのコラボレーションに加え、ピアニスト柴田と孝とのユニット、バタフライエフェクトでも独自の世界観を表現している。 また、ラジオ番組のパーソナリティ、コラムの執筆、モデル、企業へのコンサルタント等、様々な分野でその才能を発揮している。1981年岩手県欧州市エッサ市に生まれる。3歳からピアノを始める。10歳からサックスを始める。岩手県立岩野堂高校に入学し、高校在学中より、多摩チャールズヒーズバンドのメンバーとして、プロ活動を開始。 高校卒業後に上京。番ン芸術学院へ入学。本格的に音楽を学ぶ。同校卒業後も都内を中心に様々なバンドのサポートメンバーとして活動を展開。2004年自身の音楽性に合う豊かな自然環境を求め、地元岩手に拠点を移す。同時期に日本を代表するサックス奏者のボブ斎藤に支持。 2005年アメリカ・ロサンゼルスにて10日間のライブツアーを行い、各地で好評を得る。2007年コミュニティラジオ局欧州 FM にて自身がメンパーソナリティを務めるサンデリカがスタート。現在も欧州 FM の最長寿番組として人気を誇っている。2009年8月ドラマーの村上、ポンタ、周一と初共演を果たし、その後間もなくポンタとのユニット、 ありかバンドの活動をスタートさせる。2012年8月から9月、近藤ふさの助東北ツアーにメンバーとして参加。同じくツアーメンバーとして参加していたドラマー宮川強と出会い意気投合。現在も共演を重ねている。2014年4月単行に1日新聞史上にて、コラム、サウンドコンシェルジュがスタート。人気コーナーとなり、 2019年4月までの5年間連載。2015年村上、ポンタ周一、伊藤春氏とデュオ活動を開始。同年8月ドラムに宮川剛を迎え、ホールコンサートを成功させる。現在、デュオユニット、バディーライカとして活動を展開。菅原聡氏の作曲、アレンジによるオリジナリティあふれる音楽性で、ジャズファンのみならず幅広く人気を集めている。 ありかのジャンルにとらわれない、独特の音楽スタイルは、各方面から注目を集め、ハーモニカ奏者、ヤギノブオ、マリンバー奏者、シンタニショコ、海外からも高い評価を得る画家コシチヒロ、今話題のサックス奏者、ユッコミラーなど、数多くのトップミュージシャン、アーティストと共演を重ねている。2019年5月に、シノブエ奏者の佐藤和也と初共演し、 それをきっかけとして、株式会社風地層の提携アーティストとなる。2019年8月11日ファーストアルバムセレンディピティをリリース。2019年8月11日ファーストアルバムセレンディピティをリリース。チームジャフリカン概要と目的鍵盤ハーモニカの収集と海外への寄贈を目的としたボランティアグループ、アリカが代表を務める。 チームの目的は日本の子供たちが息を吹き込んだ鍵盤ハーモニカを世界の子供たちへと送り子供たちの将来に新たな可能性を提供する。鍵盤ハーモニカをきっかけに日本の子供たちと世界の子供たちをつなぐ。活動内容を使わなくなった鍵盤ハーモニカの回収、回収した鍵盤ハーモニカ発送のためのクリーニングメンテナンスジャイカ等の団体と連携しながら アフリカへ、鍵盤ハーモニカを発送、音楽を通じて、国際協力及びボランティアについての啓発活動、ボランティア等の啓発、地域活性化のためのイベント主催及び開催、地域のさらなる文化意識向上のためのワークショップ主催及び開催経緯と実績2010年7月、マチャールズこと玉山秀幸氏の発案により、鍵盤ハーモニカの回収活動がスタート、 2010年11月に玉山秀幸氏が救世した後は、アリカが代表に就任し、鍵盤ハーモニカの収集を続ける。主な鍵盤ハーモニカの送り先は、モンゴル、ベナン、カメルーン、ガーナ、ルワンダ、スリランカ、フィリピン、ベリーズ等。主に独立行政法人国際協力機構を通じて数百台を寄贈。2013年には台風被害に遭った。 フィリピンの小学校へ、鍵盤ハーモニカを寄贈。鍵盤ハーモニカのクリーニングイベントや、チャリティーコンサート、写真展等も開催。ありがとうございます。